こんにちは、フリースプラ山本まりですえ。あっという間に年末年始が通り過ぎて行きそうです。えこの時期は旅行に出たりととても忙しい季節ですえ。風などひかのように気をつけて過ごしたいと思います。ではお知らせに入ります。 アメリカでは夏の独立記念日と新年に花火を楽しむ習慣がありますこの時期年末から新年にかけて花火のを楽しめる日は12月31日と1月1日の2日間で花火を購入できる人の対象年齢は16歳以上となっています購入の際には写真付きの証明書が必要となります テネシー州では特に花火の使用期間は定めていませんがマーフリーズボロ市内では花火の販売と使用期間が定められています花火を楽しめるのは12月31日の午前10時から1月1日の午前1時までそして1月1日の午前10時から午後11時までとなっております駐車場などで花火の販売が行われていない期間は市内は花火禁止となっておりますご注意ください次の知らせです 街の中心近くにあるマーフリースプリングウェ,ドラウェットランドはマニーアメニューとブロードストリートに位置する25エーカーの市営の公園です。舗装されたウォーキングトレイルと湿地帯を縫うように設置されたボードウォークがあり、自然写真やバードウォッチャーに人気のある公園となっております。マーフリーズブロシのパークエンドリクリエーション 局はマンフリースプリングウェットランド遊歩道の一般公開を中止することを決定しましたこれは遊歩道の点検をした結果遊歩道に大幅な修理が必要であると判断されたためで町では現在遊歩道での運動町のさん犬の散歩そして歩行者を含むすべてのリクリエーションの活動を制限しております現在エンジニアが詳細などの 詳細な検査と分析を行っており、必要な修理の内容や閉鎖,と期間閉鎖期間を決定する作業に入っているということです。ということで、当面の間ですが、こちらの公園ウエットランドは立ち入り禁止となっております。 この町に家などの土地をお持ちの方、町に払うプロパティタックス、固定資産税の支払い期日は12月31日までです12月,12月31日の期日を過ぎても未払いの場合には1か月につき1.5%のレートでペナルティを払うことになります支払い窓口は市役所シティホールの1階にあるファイナンスデパートメントで平日の午前8時から午後4時半までです郵送することも可能です、また また数年前からオンラインでの支払いも可能となっております。支払いのアドレスは、www.murfreesborotntax.com です。こちらのサイトでは、ペーパルを通じて、そしてビザマスターカード、アメリカンプレアメリカンエクスプレスディスカバーのクレジット、デビット、または e チェックを使って、フォートペイメントサービスもご利用になれます。ただし、g ードカードを利用した場合には、支払い額の2.5%と30セントが、そして e チェックを利用した 場合には一律で一律で1ドル50セントの使用手数料が加算されますのでご注意くださいまたこの固定資産税は請求書が届いていなくても支払い義務がありますので固定資産をお持ちの方はご注意ください期日までに支払いが行われなかった場合には軍の公平法裁判所から通知が届くということです次の知れせです 交通違反をした場合の点数システムなどを含めてお巡りさんに止められた場合の注意点をまとめてみましたまず運転をしていて後方に青い光をチカチカさせてパトカーが近づいてきたら速やかに右に寄り車を停車させてください違反をしたのが自分でなかった場合にはパトカーは追加していきます自分でないと思い込み速度を落とさずに走ってしまうと停止を無視したこととなり違反が重くなってしまいますので必ず速度を落として停止をするようにしてください 自分が車を止めたときに後ろにパトーカーが止まった場合にはこれは自分が違反をしていたということになりますこのとき自分から車を取り降りてお巡りさんの方に向かって行かないでくださいお巡りさんの方が来てくれますので運転手側の窓を開けラジオなどは切ってください この時に慌てて車の中で動いたりグラブボックスなどに手を伸ばすと不審な行動をしたと思われお巡りさんもそれに対しての行動をとりますので急には近づかないようにしてください近づいてきたお巡りさんに運転免許証などの提示を求められ,らられますので指示に従ってください この場合では異議の申し立てはできませんので異議のある場合には裁判所で行ってくださいお巡りさんが来るチケットですが2通りの方法で処理することができます1つは書かれている金額を郵送で払う支払う方法ですこの場合には後で説明しますが違反の点数が加算されることになります点数が上がると保険などに影響が出ますのでご注意ください もう一つは裁判所に出廷する方法ですチケットに書か,かれている日付と場所を確認してくださいマンフリーズボロ市の裁判所は図書館の隣にあるシティホールの2階になります郡と州の裁判所はマンフリーズボロのダウンタウンになります DUI の場合にも、州と最、州の裁判所となります。町の裁判所に出廷した場合、初版の場合は、裁判所の使用手数料を払えば、点数、罰金の両方が免除されます。点数についてですが、1年間に12点まででしたら、免停になることはありません。 この1年間というのは違反をした日から1年間さかのぼった,遡った期間を指します12点に収ってしまうと裁判所に来るようにという手紙が送られていきます裁判所に出廷しなかった場合には6か月から12か月の免停となりますきちんと出廷を希望すると指定されている運転講習のクラスを受講する機会が与えられ免許の取り消しまたは免停期間の短縮が認められます何何をしたら何点加算されるかというのののはその時の の違反速度がどれぐらいであったとか曲がってはいけないところで曲がってしまったなどさまざまな状況により細かく分かれそれにより点数も決まってきます DI u についてですが飲酒運転だけではなく処方箋薬を含む中枢神経に影響を与える薬物の影響下による運転を指しています DUI で捕まった場合には通常1回目であれば1年間の免許取り消し350ドル以上1500ドル以下の罰金48時間以上11か月29日以下の留置となります2回目、3回目になるとそれぞれの罰も増えていきます。 初めての DI だった場合でそれ以前の運転記録に問題がなかった場合にはもちろんいろいろな罰金を払ったり今後3年間の保険証明などの提示が必要となりますが再度,再度免許を申請することができますそれから最後にですが私たちが普段運転していて起こしやすい違反と罰金についてですスクールゾーンで15マイルの指示を無視した場合には最低150ドルの罰金です またえ道路脇にある自転車用のレーンを前の車を追い越そうとしてレーンを乗り越えた場合にはえ最低115ドルの罰金となりますのでご注意くださいえ最後にゴミえ祝日のゴミ収集日についてですえ12月24日土曜日クリスマスイブ本来ですとえ土曜日の祝日は金曜日に振り替えになりますが23日金曜日は通常通りの収集が行われます そして12月25日日曜日、クリスマス日曜日の祝日が月曜日に振り替えになっている関係で26日月曜日の方は次の日27日火曜日に27日火曜日は28日水曜日に変更になっております。 そして1月1日、えー、日曜日こちらは元旦です、えー。こちらも日曜日の祝日が、えー、月曜日に振り替になっている関係で2日月曜日の方は次の日3日火曜日に、えー、3日火曜日の方は4日水曜日に変更となっております。ご注意ください。 お知らせは以上です、えー、ホリデーのお休みのため収録を一回お休みさせていただきます、えー、次回の更新は1月16日です、えー、皆様どうぞ素敵な年をお,お迎えください、えー、では失礼いたしますこんにちはマー、まあ、フリーズボロ山本まりでしたごきげんよう